山内真理子月曜日のつぶやき、ずっと出してうなぎの話をずっとしてたもんですから失礼いたしました。ここからは今日のスタジオ分山内真理子さんのコラムのお時間、モールの想像力、ショッピングモールはユートピアだということで、はい、このモール、ショッピングモールのモールですか。そうです、そうです、うん、ここ、まずね、ちょっと開催されているこの企画展開催中の場所が面白いので、そちらからちょっと紹介しますと、日本橋高島屋行かれます？はい、この間も行きました。あ、本当、うん、でそこ の4階に、ある資料館東京っていう展示室なんですね、はい、で一見ちょっとね、場所分かりにくいというか、見過ごしちゃいそうなほど入り口も小さくって、展示室自体も決して大きくはないんですけども、いつもね、面白い展覧会、展示会やってるんですよ、企画展覧会。日本橋高島屋さんって結構ね、よくいろんな展示会とかやっていて、うんうんうん、ここ数年でこうちょっと新館みたいなのもできたりとかね、 SC できましたよね、そうで、2019年に、この、資料館東京というのが新しくできていて、で前回はここで百貨店をテーマに展示してたんですね、百貨店展っていうのをやってたんですけども、うん、今回はショッピングモールで、しかもね、監修してるのが大山健さんという、この番組で何度か言っている団地団っていう、私も参加している阿佐ヶ谷ロフトで不定期開催しているトークユニットがありまして、うん、そちらの中心人物がこの、今回モールの想像力展を監修している大山健さんということになります。でちょっと大山健さん、どういう方なのかをちょっと言いますと、彼写真家なんですね。で、撮ってる対象がすごく面白くて、団地だとか工場だとか、あとショッピングモールも世界中のショッピングモール撮っていたり、あと高速道路のジャンクションなどを、そう撮って写真集にしたりしてて、でなんか普通のね、ごくごく普通の感受性の人が見ると、あんまり美しいとは思わないような、なんかこうわざわざ写真に撮ったりはしないようなものを、そういうなんか巨大建造物を、なんかそこにインダストリアルな美というかね、なんか工業的なかっこよさ、すげえかっこいいみたいな、そういう美を見出して撮り続けている人なんです。で、工場の工業地帯とかの夜景を見に行ったりするツアーがあるっていうのご存知ですか？川崎とかね。あ、そう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 。そう。で、そういうのを、工場萌えっていう言葉をタイトルにして、まさに工業地帯の夜景の美しさとかを、そういうのを写真で撮って、形に、そういった新しい価値観、物の見方みたいなものを形にした写真集も出されていて、なんか、写真の撮りながら、従来のものの見方とは違った視座を与えるような対象をずっと撮り続けている人で、で、さらに、ライターとしてもすごいいろんなものを書いていて、評論も書いていて、で2020年に出した新写真論スマホと顔っていう本で、このほど日本写真協会賞の学芸賞も受賞されているなど、大変な才人だなって、なんか私プロフィール見ながら改めて思ったんですけど、あ、総裁こういう人だったんだみたいな。で、すごい、いろんなこと知ってるんですね、この方。で、建築とか土木とか、あとね、ジャズとかにも詳しいし、で、それでいて、デイリーポータル Z とかでマンションポエムのこと書いたりもしてるんですよ。マンションポエムって何かわかります？なんか以前ね、団地団のお話の時に教えていただいた、ね、はい、どういうものでしたっけ？なんか、新築マンションの広告なんだけども、まだマンション自体が建っていないから、なんか抽象的なぼやーっとしたいいポエムを載せがちで、なんか例えば、人生に南麻布という贈り物みたいな。キャッチコピー的なね。そう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 、そういうのを収集して分析したりしているっていうのが、そういうすごくね、面白い視点で、写真を撮ったり文章を書いたりしている方が、今回、天下の日本橋高島屋の資料館でキュレーションすることになった。で、そのテーマが、ショッピングモールなのであります。で、ちょっとここでね、私、最近寄稿した新刊本をご紹介したいんですが、じゃん。最高、最高っていうのは、最高イエーイの方じゃなくて、再び考えるの方ですね。最高ファストフード化する日本、変貌する地方と郊外の未来っていうの、社会デザイン研究者の三浦亜治さんがお書きになった本です。で、これ、先月発売されて、私この中に文章を寄せてるんですけども、どういった縁で、ここに私文章を書くことになったかというと、
この本、元になっている本が、20年前くらいに出て、で、その本をね、私、デビュー作、ここは退屈迎えに来ての参考文献、としてね、本の中に名前挙げさせてもらってるんですね。で、まあ、その小説は、まあ、ファストフードって言われるような、まあ、郊外化した、まあ、幹線道路沿いに、まあ、チェーン店が、もう大型看板のチェーン店がブワーって並んで、平屋の大きいお店がバーって並んで、みんな車に乗ってそこに行くっていう。まあ、どこに行っても日本中、大体郊外、大体地方ってそういった街並みになっていって、で、それをファストフードっていう、フードは風と土の方のフードっていう言葉を作ったのがこの三浦敦さんなんですけども、で、まあそういった現象から、まあかれこれもう20年経った。20年前にこのファストフード化する日本っていう本を出されたんですが、じゃあ20年経って、どうなったのか。まあ、そのファストフード化する日本っての中は、例えばその、こういうふうに街が変わっていくことで、どういうことが起こるんだろうっていう、なんか問題を予見するような、あと、警鐘を鳴らすような内容だったんですね。で、それが20年経って、じゃあどうなっていったのかっていうのを、まあ、この改めて考える、再度考えるの方の、先月出た、本の方では語ってるんですが、まあ、いろんな書き手の方がね、寄稿されていて。で、その、これが出たのが先月だったんですが、今回のこのモールの想像力展が3月から始まっている。別に示し合わせたわけじゃないんだけども、すごいタイムリーな現象だなと思って、すごく符合しているなと。ここで、山内まりこ的推しポイント。一周回ってポジティブ。まあ、話をね、モール展に戻しますと、ショッピングモールって、まあ、ファストフードの中では、まあ、主役というか、顔というか、なんか、一番重要な存在なんですが、ショッピングモール、やっぱ、10年前、20年前って、どちらかというとネガティブに語られてきた存在なんですよね。なんかこう、駅前の商店街の文化を破壊したりとか、まあその街その街にあった、お店だとか、まあそういったところからごっそりお客さんを奪ってしまう。で、まあ街、駅前がね、ゴーストタウンになったり、中心市街地超商店街とかがね、すごくこう衰退していく大きな原因になったっていうので、まあすごくネガティブに、批評的、批判的に語られている存在だったんですが、うん、まあ、大量消費的で確率化みたいな、はい、まあ、悪者だったんですね。でも、まあ、20年経ってみたら、この企画展のね、サブタイトル、ショッピングモールはユートピアだからもわかるように、まあ、もう完全に地域に根付いていて、まあ、地元の中心地になっている。なんか、街を破壊したというよりかは、モールそのものが新しい一個の街として、あるみたいな。なんかしかも、まあ、資本主義ではあるんだけれども、なんかちょっと誰でも入れるオープンな公共空間。なんだろう、マルクス用語でいう古文的な存在になっているんだなっていう。で、その結果、まあ、その地域の一つの文化としても定着しているし、そこから新しいカルチャーが生まれてきていたりもするっていう。そういった変遷を、まあ、映画、アニメ、小説、音楽、まあ、あとアート作品とか、まあ、いろんなポップカルチャーを横断しながら語っているっていう、もう、めちゃくちゃ面白い、なんだろうな、知的好奇心というかね、すごくこうワクワクする、読んでいてワクワクするような、文化論にもなっているし、展示されているものとかもすごくね、面白い。バックヤードにあるカートとかをね、引っ張り出してきたりしてて、すごくね、展示も面白いので、皆さんぜひ、日本橋高島屋でのお買い物のついでに、4階の、こちらに、行ってみてください。なんかこう、いろんなね、展示があるんですね。こう、テキストみたいな文書の展示もあって、そうそうそう、映画、音楽、コミック、小説、ゲームとか、はい、なんか一般的にね、うん、こう想像する写真展みたいなのとは違うってことなんですね。そう、文書があって、その写真、引用されているパネルが貼ってあって、その写真をね、使わせてもらったりするのも結構大変らしくて。なるほど。こちらの企画展、モールの想像力、ショッピングモールはユートピアだ。日本橋高島屋資料館、東京、4階展示室にて8月27日日曜日まで開催しています。山内まりこ月曜日のつぶやき、このコラムはポッドキャストや YouTube でもお聞きいただけます。ぜひチェックしてください。お知らせの後は桂宮司の座布団5です。